はい、激辛マニアユッキーです。今回、激辛食べていくのはこちら。唐辛子麺の、旨辛海鮮ですね。こちらを、食べていきましょう。まあ、こちらはね、非常に、値段がね、安い。そこら辺のドラッグストアで買ってきたんですけど。値段大体80円ぐらいで売ってます。で、こちら、辛さ調節パウダーというのがありまして、まあ、これを振りかけて、振りかけると辛くなりますっていうやつですね。これ振りかけて、唐辛子ですね。まあ、非常にね、このね、唐辛子麺のこの海鮮のやつ、今売られてる唐辛子麺が2種類あって、もう一種類は、辛さが、まあ、だいぶ抑えられてる方なんですけど、まあ、こっちはそこそこ辛いと。で、さらに、美味しいんです。うまいんですよ、これ。ただね、俺がね、10年前かね、15年前ぐらいはね、この唐辛子麺がね、もっと辛かったんですよ。初代のあたり。で、すげえ辛くて、まあ、しかもすごいうまかったんですけど、もう今は、多分辛すぎたのか、もう販売がね、中止してしまったと。いただきまうまっ。こちら、アマゾンのね、カップラーメンランキングでもね、かなり、上位の、占めてる商品です。だからね、まあ、結局さ、辛すぎるとさ、普通の人食えねえんだ。じゃ売れねえんだよ、結局。だから、まあ、昔あったお菓子の、暴君ハバネロってやつもね。昔めちゃくちゃ辛かったんだけど、今全然辛くないっていう。辛くないどころか、うまくもないっていうね。昔すげえうまかったんですよ、あれ。マジで、15年前ぐらい。あ、ちょうどいいですね。この、旨辛海鮮と、あともう一つ、旨辛マーラー麺かな。っていうのが、唐辛子麺シリーズで売っています。まあ、そっちのマーラーなんとかの方は、あんまり辛くないと。あ、うめえ。あ、うめえ。うめえ、マジで。シーフード。日清の。シーフード、カップヌードルのシーフード味。あれの、ちょっと、まあ、辛くしたバージョンみたいな感じかな。まあ、でも、あっちの方が個人的に美味しいですね。まあ、値段が若干、最近また高くなりましたからね。カップヌードルシリーズ、値段、10円か20円ぐらい上がるから。昔、本当に辛かったんだよ、この唐辛子麺っていうやつ。
とんでもない辛さ。カップラーメンの中で一番辛かった。まあ、今はあれだな。これよかも、ペヤングの激辛の方が辛いですね。うん。まあ、ピリ辛。うん。ピリ辛だけど、まあ、うまい。うん、これ、うまいっていう、うん。うまさ重視ですね、これ。辛さよりも、うまさが、非常に美味しい。うん。あ、美味しい。これあれですね。激辛とか書いてありますけど、さっきの小袋入れて、まあなんか激辛とかって書いてあるけど、全然うん。全然美味しい。辛くはないですね。そんな辛くない。うん。で、ここにご飯をぶっ込むと。ご飯をぶっ込んで、ね、いただこう。結局辛いのは多分スープですね。スープが多分そこそこ辛いんじゃないか。あー、このご飯入れるのがまた美味しいんだよこれ。うん。あ、うまっ。あ、うめえ。うめえ。うん。ああ。でも言うほどやっぱあれだな。スープもそんなに。あ、でもやっぱ、割かし辛いか。わりかし辛いです。うん。ああ。でも本当に暴君ハバネロってなんであんなにクソまずくなったんだろうな。辛さもなければうまさもないんですよね。まあ、ワンチャン辛さをさ、まあね、辛すぎるから売れねえっていうので辛さを抑えて販売するのでわかるんですけど、そもそもがしてはまずいって、うま辛さ、暴君ハバネロのうま辛さはね、あれ普通に、ビールとかの、つまみにも本当に、いい、わりかししょっぱめだったんですよね。昔はね。うん。まあ、それなのに明らかに辛さも、
なくなり、うまさもなくなり、暴君ハバネロでググりましょう。あ、これこれ。東ハトのね、あの、帰ってきた暴君ハバネロっていうのを、あの、前買ったんですよ。食べたんですよ。で、2003年誕生当時の旨辛さって書いてあるんですけど、普通に全然辛くない上に、あの、まずいっていう。あの、どこが帰ってきたんですかっていうレベルですね。マジで。もうあれですよ。あの、辛さの、辛さブームの火付け役となってるのよ。この暴君ハバネロ。今のはものすごいまずい。ああ、これあった。あの暴君ハバネロのね、あの缶ジュース、うまスープってやつ、これも美味しかった。うん、缶のやつな。昔売っとったわこれ。美味しい、これ美味しいですね。うん、でもなかなかないよね。こういうさ、缶でさ、ねえ、スープとかって。あ、一時期話題になったけど、秋葉原の、缶おでんみたいなね。あとあれか。冬になると売ってる、小豆のね、だったりとか、コーンスープだったりとか。ああいった感じですかね。うん。スープはな、あ、で、まあでも、コーンポタージュも普通に缶で売ってっからな。やっぱ、ああいうのはね、何かしらのさ、好きな人が絶対いるんですよね。うん。いや、まあ俺も好きなんだけどさ、うん、小豆とかあんことか大好きなんで。特に寒かったりするとな、寒いのを温めてくれる。なんかこれもあれなんですよ、暴君ハバネロのこのうまスープっていうのもね、体を、まあ、割かし若干辛いスープ。なんで。うん。ああ、美味しい。
これなんでこんなにまずくなったんだろうな、ハバネロはな。うん。まあ、コンビニとかね、よく売られてるんですけど、昔の味を知ってると全く買う気が失せるね。ああ、美味しかった。こちらは、辛さ度数30。ご視聴ありがとうございました。